やばい。で今ここでやってるよっていうのを昨日ことと来たんですよ、はい、甲斐さんっていう人が。あ、はい、それでなんですか。それでライブでやってて、そうなんですね、そうそうそう、で今日やってるかなって、やってるかどうか分かりませんけどって言ったけど、知り合いだから。あ、そうだったんですね、うん、で僕じゃあ行こうかって。 ありがとうございます、うん、ありがとうございます。でこの番買ったことあるよねって、やってんなら行こうって言うんで今来たの。で安いって始まったから。そう、はいはい、うんうん、そう、コスコのプライスでとてもいいの、うん、これチョコレートはどこ産なの。チョコレートはベルギーのチョコレートなんですけど、ベルギーのチョコレートで、100% の、言えばわかる。ラベルス、ラ、あれ、チョコレートブランド、ラベルス、right? ラ、チョコレートブランド is Barry Callebaut. カルボーです。カリボーチョ、美味しいやつ、癖がないやつ。あ、そう、僕は好きなんです。あ、そうなんですね、ありがとうございます。パティシエです。そうなんですね。なんで僕は自分のオリジナルチョコレートでロサンゼルスであちこち売ってたんだけど、まあ、カルボーのチョコレートをいつもオーダーしてる。あ、そうだったんですね。あ、よかった。だから今どこのメーカーかなと思って。あ、そうなんですね。そうなんです。タコバリーね、タコバリーのカルボーです。ありがとうございます。そうなんです。そう、インクリーデント全部いいのを使ってるんですね。このバニラも、ライアテアっていうタヒチのバニラで2007年くらいからずっとゴールドメダル取ってる。高いんです。タヒチアンド。ね、高いんですよね。普通はマダガスカルいるんですよ。お金儲かってんのって言うんですけど、ね、ちょっケイマスなんだけど、ケイマスは白の方が有名。高いけどね、ケイマスは。あとパーニエンテ。パーニエンテはこのサブネが有名。赤を持ってない。
茶っていう名前のキャバネなんだけど。